行こう、ナオミ。オッケー。待って、私収まった。もういや、とにかく廊下へ出ましょう。どうしたの？何？さっきと廊下の形が変わってる。今の地震で床が崩れたりしたんだよ。そうかな。何これ、おしっこ？やめてよ。あれ、ねえナオミ、ん？足どうしたの？ああ、緊張して忘れてたけど、さっき転んだ時、捻挫したみたい。大丈夫？なんとか歩けるよ、平気。無理しないでね、肩貸してあげる。ほら。うん、ありがとう。そうだナオミ、さっきの板使えないかな？足に？なるかな？相当ボロボロだけど。あれ？このろうそく、なんか見覚えある。ちっちゃい靴。ここ、やっぱり小学校の校舎なんだね。ねえ、ユウたち、お腹空かせてるかな？そっか、セイコンチ。今お父さん帰り遅いんだっけ？うん、なんせほらうち兄弟多いから家計がね。父さん頑張ってる間、私が主婦やんないとね。ゆうくんたちまだちっちゃいもんね。聖子偉い、女子高生にしてお母さんだ。なんかそれ微妙。早く帰ってあげないと。てか、ナオミもだよね。お母さん一人で待ってる。絶対帰ろうね、ナオミ。なんとかなるよ。え？ダメだわ。力ずくで開く感じじゃないみたい。せっかく玄関まで来たのにね。別の出口探してみよっか。そうだね。なんか言った？聖子。うん、にゃ。どうぞ。何かの気配を感じたんだけど。あら、どうしたのナオミ。あれ、骨じゃない？人の？いやー！なんなの？なんで、なんで人が死んでんの？あ、待って、確かめてみるわ。本当に人の骨かどうか。やっぱり骨だよ、人の。いやー！君たち、君たちは新しい犠牲者か？人邪魔！あの、君たちと同じように無理やりここに監禁されたものだ。知ってるの？ここのこと。ここは恐ろしい力を持つ怨霊が作り出した呪われた異次元空間、閉じられた多重閉鎖空間さ。君たちも我々も運悪く手にかかった。多重閉鎖空間？そうだ、君たち二人の他にもここに連れてこられた者が
何人かいるみたいだね。まさか本当にみんなもここに無事なのかしら。みんなもこの学校のどこかにいるの？何人かは私にはわからないが、君たちと同時に連れてこられた人間が数名この学校に確かにいる。やった！ナオミ、みんなも一緒だよ！持田君もきっといるよ！よかったね、ナオミ。だが、会えない。この学校内に確かにいるが、存在している次元が違う。再び仲間と会いたければ、同じ次元に存在する方法を見つけなければならない。脱出はできなくとも、せめて一緒に死ぬことくらいはできるかもしれないな。そんな、どうやったら帰れるの？怨霊って何者なの？どうしてこんなことを？わからない。彼らの目的も、ここから抜け出す方法も、だが、頑張れるかもな。君たちは一緒の次元に存在できただけ、まだ幸運だ。頭が二つあれば、発想も広がる。なんとか脱出方法を見つけ出すんだ。私たちのようになら。